雪降ってたんだね。あ、今も降ってんの？いいね。こっちは分かんないです、降ってるか。そうですね、あのももみはほとんど答えを言ったみたいな、もう答え言ってるじゃんみたいなもんですね。渚の服イコール噴火 MC だと思ってるので、私はそういうのでした。グラムグラムありがとうございます。うん、一番寝起きかも。寝起きじゃないんだけど、一番目が開かない、目が開かない、目が開かないっていう現象が久しぶりだな。チキンタツタ食べた人まだいないかな。めっちゃ食べたいんですけど、いいな、食べたっていいな。食べた。あ、レモンの方食べたんだ、美味しかったね。まだだよね、あのもまだ。マックフルーリーのキットカット、いいな。オレオとどっちが美味しいんだろうね。そう、あのメールで送ったアイスめっちゃ美味しいので、食べてみてください。びっくりした、めっちゃ美味しかった。久しぶりにあんな美味しいアイスに出会えた。あ、キットカット派なんだ。分かれる、分かりそうだよね。あれはセブンで買いました、セブンで買いました。昨日暖かかったのに今日寒いよね、なんだろうね、この差って何？なんかチョコの方とクッキー分かれてて、半分ずつ、半分ぐらいで、そう分かれてて美味しかったです、美味しかったです、美味しかったよ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 。棒じゃないですね、なんか棒じゃないけど、なんか食べやすかったです。昨日の2分間見せてよかった。昨日はあの、まあ、びっくりしたと思うんですけど、昨日は歌わなかったんですよ。なんか めっちゃ迷って、まあ、やっぱ歌った方がいいのかなとか思って、うん、新曲待ってる方いるしなとか思って、どうしようって思って、まあでも一回ちょっと違う路線のもやってみたいなと思って、ちょっと歌わないです、歌わなくしてみました、今回は。バランありがとうございます。
ってなのは特典映像って感じ。確かにツイッターにアップされてました。公式さんですね。非公式じゃないですね。まあ、寝ることが多分大事なんですよね。なんか最近全然夜眠くないのに、で結局寝る時間めっちゃ遅くなって朝めっちゃ眠いっていう現象起きるからめっちゃなんですよ。なんだろうこれ。マキコさんにめっちゃ大きくなったねって言われた。何時寝たの？いや昨日はめっちゃ遅かったよ。でもちょっと今ね寝れないですね。おはよう。今何メートル？92。そうそう。ねえねえ。本当に今週は全然寝れなかった。人生初オールしたもん今週オールできた。どんな人かいらないと思ってたずんだ。目指せテレビと動い。俺したらもうやったね。めっちゃ嬉しい。それはお湯で体温ぐらいいける？準備棟180ある。あと100センチか。100センチの100メートル。いやありがとうございます。返信してくれるだけで嬉しい。Thank you. またな。またな。なんかあれ、あの米田コーヒーもなんか新作出たんでしょ。白のあるの。なんだっけ、なんかゴディバとコラボのやつめっちゃ食べたい、うん、今日も頑張ろう。いってらっしゃい。またな。そうらしいよ。めっちゃ声聞こえるね。大きい声で喋ろう。そうなんですよ。
めっちゃ美味しそうだった。ちょっと調べてみてください。毎年この時期にやるの？あ、2月5日から販売なんだ。あ、バレンタインか。ローソンともなんか、ローソンにもゴディバのスイーツ今売ってるよね。ローソンだっけ？ローソン、うん。おはよう、おはよう。なるほど。まずマックのあのクリームブリュレのやつも食べれてないから食べたいですね。食べたいですね。スタバも飲めてないしね。昨日がいろいろ発売だったんだよね多分。カンカンに買うの忘れてからまた買いに行かんとかんからめんどくさい。名古屋弁の早口言葉らしい。で、食が楽しい意味だよね。本当にそう。とかとかとかんとかかったのにかかんのせてからまた買いに行かんとかからめんどくさい。必死に覚えたな。きっとかっとかっとかんとかんかったのにかかんのせてからまた買いに行かんとかからめんどくさいっていう。早口言葉らしいです。おはようございます。なかなかね、こういうところでしか披露できないからね。キットカットって。うわ、びっくりするぐらい目が開かないね。目開いてー、お願いだから目開いてー。一瞬空いた？空いてないってやっぱり。田辺さんからアナンちゃんとちょっと嬉しい、とつってくれたんですよ。楽しみ、毎回楽しみにしてるって言ってくれた。めっちゃ嬉しい。昨日の夜泣いてないよ。え、そんなに開いてない？ルッだったら開くんだろう。開いた？分かんない。歩きながら寝そうな勢い、そりゃすごい。はい、ってことで、お、299日ありがとうございます。見てくださった1289人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトとしないでくださった方ありがとうございました。それではまたな、バイバーイ、ありがとうございました。今日も一日頑張ります。